さあ始まりました、シーズンシートオーナー感謝ナイト司会のヤクルト球団三輪正義です。よろしくお願いします。そして、日本一のチームから MVP の男が来てくれましたよ。皆さん、東京ヤクルトスワローズ扇の要中村悠平選手です。どうもよろしくお願いします。そして、僕といえばこの方、山崎幸太郎選手ですね。先に自分でいいですか？趣味じゃなくていいですか？あ、いいです、いいです。あ、いいですか？すみません、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい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 。僕といえば、僕といえば、うん、そしてやっぱね、もうこの方しかいないかなということですよね。塩見泰孝選手です。よろしくお願いします。どこ見てるの？カメラないから。カメラないよ、そこには。すみません。最初から来ますね。あ、すみません、ちょっと狙っちゃいました。最初からも決めてた。決めてました、もう。さすがですね。はい、すみません。でなんかあの皆さん大丈夫ですか？あの優雅なティータイムをしてますけど、なんか疲れてるんですか皆さん？大丈夫ですか？今日はそういう回なんで。ああ、そういう回、はい、そういう回。もうまあ、ね、リラックスしながら、まあ、確かにこうね、はい、シーズンシートのお客さんにあのお届けするというね、はい、そうそうそう、この大人気3選手が、はい、うん、まあ言わないで、言わないでも分かるでしょね。分かる、それは分かる。あ、本当ですか？それはもう分かる、うん、まあね、楽しくね、ザックバラに行ければ、まあしかも MC が僕なんで、ザックバラにね、楽しくいければ。どうした、下向いて全員。後輩だぞ。ちゃんとやれよ。行きましょう、もう。え、お題に行きましょう。 10個下、7個下だからね。本題にちゃんとしてくださいよ、ほんと。本題にちゃんとやりますよ。ちゃんとやろう、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。いや、でもね、はい、今日はここ、皆さん、日本青年館のスイートルームをね、うん、あの日本青年館さんのご好意で、うん、お貸しいただいて、はい、この最上階、スイートルームからお送りしてますよ。はい、あんなにテニスコートあるんですね。本当に。飛び越えるな、うん、球場飛び越えるな、うん、とりあえず球場から行こう。じゃあまずは、だから来年、うん、シーズン中僕だからここで見ようかなと思って。いや、出なさいよ。あ、出た方がいい。野球をしなさい、そこで。出た方がいい。あ、出た方がいいよ。僕も見たい。シーズン、ここで見たいじゃないの。ここでね、シーズン中見たくない、うん、見たい、見たい。3人で見よう。めっちゃ見たい。見たいですね。ヤクルトとヤクルトぐらい、ヤクルトぐらい、阪神ぐらい。やりなさいよ、野球を。有給使う、有給。ないから有給、俺はあるけど。あるんだ。俺はあるよ、有給。使ったんすか？年間14日。え？めっちゃあるやん、14日って。うん。いいなぁ。いいなじゃないんだよ。で、そんな話いいから、いいなぁ。ね、いいなじゃないんだよ、ほんと。いや、皆さん、ほんとね。はい。やばいっすよ。まあね、早速それでは、楽しくトークを進めていくわけですが、その前に、重要なお知らせです。今日、この番組では、キーワード、プレゼントコーナーがありますんでね、どっかで、キーワード発表してもらいます。選手の方々にね。応募にはそのキーワードが必ず必要になりますんで、皆さん、最後まで見逃しなく。でれん。いや、まだまだ。早い、早い、早い。今からやるから。ね、いい？じゃあ行きますよ。やりたがってるからみんなね、やりたがってるから行くよ。ブブーで、うん、どう、ちょっとそこどうした、ブブーブブー、何がブブーなんだよ。が存在が、え、存在が、俺の視界がブブーみたいじゃないか。そしたら MC が MC ブブー、ちょちょちょ、おい、10個したやぞ。すいません。で、7個したやぞ。うん、頼むよ、ちょっと。これ俺が元気の時ロッカーこんな感じだからさ、こんななってる、そんな感じだから、それをただ出してるだけだからね。じゃあ最初のコーナー言いましょうか、皆さんね。はい、今日はね、こんなコーナーを用意しました。みんなに聞きたい10の質問。よーし、どんどんいくよ。はい、どんどんいきますよ。はい、お願いします。じゃあいきます。1つ目、験担ぎはする方だ。おー、いいね。2つ目、客席からの声援が力になる。よお、高めに上げたんだ。ああ、もうもちろんだ。ああ、はい。3つ目、客席からのヤジは声援よりよく聞こえている。うん。自分のグッズが売れているかどうか正直気になる。ああ。いや、はい、すいません。すげえ悩むじゃん。はい、チーム内に憧れている、過去目標としている選手がいる。おい。何動いて、何しようか、大丈夫？大丈夫ですよ。いくよ。すでに来季に向けて指導している。何ですか？話を聞かないからそうなんだよ、ほんと。すいません、すいません。授業みたいなもんだからね。すでに来季に向けて指導している。はい。7つ目、寒いのは苦手だ。苦手かどうかですね。寒いのは苦手だ、うん、いや、そんな悩む？これで。あ、それで、はい、うん、時と場合によるってね、はい、はい。8番目、正直神宮より東京ドームが好きだ。
アピールいらないからそんなに、そんなアピールいらないからそんなもうどっちなんだよまるで、はいはい、9番目、今までの野球人生で一番緊張したのは日本シリーズ第6戦だ。いやどうなんやろ、もうバツね。はい、じゃあ最後、来シーズンも日本一になる。あ、まあそれはまあね、バツは出せないね、まあそれはね、うん、じゃあまあそれではね、この結果からね、ちょっと聞いていきたいと思います。まず一つ目、験担ぎはする方だ、うん、中村選手しますね、これは丸確実に。じゃあ例えばどんな験担ぎを、まあ例えばですよ、うん、家から神宮までの車で、まあ来ますけど、うん、通勤のそのね、通り道、うん、勝ったから同じとこ行こうか、うんうん、朝、うん、とりあえず、うん、っていう感じですよね。負けたら、はい、負けたらちょっと違う道で行ってこうかな。だからね、僕4ルートぐらいあるんですよ神宮までマジ、でもさ、その4ルートあったらさ、勝ったわけでしょ、はい、勝って、で次負けました、うん、2ルート目、うん、だから、あれ勝率がいい順に並べてるわけ1ルート、2ルート、3ルート、4ルートとりあえず今日絶対勝たなあかんというか1ルート行くよ。まあ負けてたらあれですね、うん、負けたら変えるんですけど、うん、勝ってたら変えないですけどね。で行ってそこからもうどんどん下げていく、そういうことね、はい、ルートルートがある。じゃあ B ルートが A ルートを追い越す勝率になったらどうするんですか、うん、ああ入れ替わるね、入れ替わる、うん、それは 1、2分入れ替えて一緒、入れ替えて変わる、道のりも1、2分入れ替える一緒一緒そういうこと、そういうことです。じゃあもう未3とか4とか育成選手じゃない、そしたらもうね、そう育成育成、うん、本当にそうです、うん、だからお前ら頑張れよっていうことです。ああそういうことか、俺が通った時頑張れよ道のりっすよこの道頑張れ、そうそうこの道頑張れよと、すげえありがとうございます。じゃあお二人はないっていうことですけど、えなかったの、ない、ないです、ないです、バツバツ、はい、はい、いやって言いながら多分絶対あるんだよね。いやまあまあそうですね、うんうん、あると思います。ない、なんであるに寄せてこようとするんですか、ないって言ってるじゃないですか。なんか今日来るんだよ、なんか何何何すごい、なんか見学してたのちょっとしゃべくなんかね。いやだってうん、あるんすか、あるんすかそれは。あるよ、寝るとか。例えばじゃああれじゃん、靴とか買えないでしょ、自分がさヒット3本とか打ったらホームラン打ったら靴買いたくない、靴買えないでしょ、買えない、そういうのと一緒、それそうでしょ、あそういうこと、まるやん、ほら俺が上げた靴丸に変えてもらっていいかな、ちょっとじゃあ、はい、はい、丸で、はい、チューム選手丸に変わりましたね、変わりました、はい、まあでもなさそうだね、あなたは。僕本当にもう、ね、はい、別にあるよあるよあるよ、そしたらあるじゃん、何あなんか朝飯朝飯は志麻さんに合わせるだけです。あそうなの、はい、自分はじゃあ全然関係ないんだ、全然関係ない、志麻に合わせるってどういうこと、志麻さんが、志麻さん今ホテル暮らしなんですけど、うん、で朝食俺ちょっと何々食べたいから買ってきてって言われて、うん、例えばホットモットの何々弁当がいいみたいな、うん、あそしたら僕もそれにします、あで志麻さんが次の日買ったからやっぱ帰れんよなって言って、うん、例えばあの13戦負けなしの時あったじゃないですか、うん、あの時神宮で負けてない負けてない、うん、ずっとのり弁食ってましたからねだから今の話聞いて思ったんですけど、志麻さんもこれだ、志麻さん、志麻さんはもう志麻さん20丸、20丸、えぐ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 、志麻さん20丸でしょ、だけでいいよ、もう全員分の丸あげます、全丸、志麻が丸ってことでしょ、じゃあね、じゃあ次ね、まあ客席からの声援が力になる、みんな丸でしたね、はい、まあそれは当然ね、まあ、あれですよね、これはもう説明するもないでしょ、うん、まあ確かに、人も涙でないでしょ、まあ、確かに、はい、でまあ3つ目のヤジが声優より聞こえるっていうのは、うん、これも説明する必要ないでしょ、まあ、よく聞こえますよね、うん、やっぱ聞こえますよ、え聞こえたことないですけどヤジ、ないの、ああないの、甲子園とかありますけど、あるやん、あ神宮のことだけじゃなくてあるでしょ、あなた、ありますあります、あるでしょ、それはあります、はい、丸に書いてください、はい、え丸です、はい、えなんてヤジられる、ちなみにうまーとか、違うなんか、うん、いつだっけな、いつか忘れたっすけど、うん、まあ普通になんか凡退とかすると、うん、ありがとうって言われるんですよありがとうラジオミーって言われてうわうざって思う、甲子園やばいよね、やばい甲子園やばい、あと松田もやばいよ、あそう松田は俺ないな、松田はレフト守ってたらなんか40歳くらいのおばちゃんに山崎くん今日食事行こうって言ってそれヤジじゃない、ヤジじゃない、それヤジじゃないじゃん、誘われた、誘われた40歳くらいの、なんでそれ、じゃあ一応行こうって言われて背中で確認してパッて見たってことじゃん、余裕で見ました誰と思ってお前かと思って、お前かと思って、40代が分かるってこと確認してるから、ね、一回確認したら、うん、めっちゃ飲んでるおばちゃんやんと思ってじゃあ自分のグッズが売れてるかどうか正直気になる、全員丸でしたね、いや気になるっすよ、こうあの
試合前とかこう歩いてくるじゃないですか。あの時にこうこう見るじゃないですか、うん、あれ俺の UFO マジ誰もいねえじゃねえかってずっと見てでもここにも書いてるけど自分の見つけたら嬉しい嬉しい、うん、めっちゃ嬉しい。でも塩見くんぐらいだったらもういっぱいいるでしょ。全然いないんですよこれ本当に。ムーさんめっちゃいる。いないから俺いる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 、めっちゃいる。あと孝太郎もめっちゃいる。いや俺は春先めっちゃ売れんの春先、ね、春先めちゃくちゃ状態いいからめちゃくちゃ売れんねんけど、夏秋のグッズの売れ残りやばいよ。売れ残ってんの？売れ残ってます。もうそこ室内に行く方のところに1個あるじゃないですか、うん、あそこパッて見たらあれ今日めっちゃ分厚いぞみたいな。在庫残ってるね。もう落ちてきたかと思って成績とともに売り上げがどんどん落ちていくっていう。はい、成績はどんどん上げないといけないですけどね。そこまで見てるんだね。見てます見てます。そこは見てないけど、はい、ユニフォームとかまあユニフォームはまあ今あれじゃないですか、タオルとかね。タオル、うん、タオルこうやって今、うん、でまあ売り上げの1位でいうと山田らしいのやっぱり。それはもうでも選手ではね、はい、でも不動の1位はつば九郎らしい。ああまあそれはまあ、うん、レジェンドだからな、はい、どうぞ、まあね、うん、知らない。知らないっす。あのすごい売り上げを売り上げだっていう。へえ、一回見てくださいよ。はい、うん、今でいいですか。今やなさいよ。後からやなさい。今もこんなことするかなあかんだからね大丈夫まだね、まだあれよ、まだそのまだもうまだ4問目しか言ってないからね。これまだ次行きましょう。すごい時間かかってるよ。次行きましょうね。長いですよ、ね、宮さんが。宮さんが長いんですよ。あ、僕のせいですかじゃあ5。はい、5番目。チームに憧れてる人がいる。丸バツ丸ということで中村選手バツ。はい、まあね、まあチーム内っていうことね。まあチーム内、まああとは MVP 取りましたから、はい、一番上だと。え、自分が一番上だとまあこれを機にね、みんな日本シリーズ MVP 取りたい取りたいと、うん、逆にね、うん、目標にされるんじゃないかと。ああ、だからね、目標にするというか目標にされる選手になりたい。そうそう、願っております。うん、それも含めてになりたいってことね。はい、はい、でも日本シリーズ MVP ですよね。うん、僕 CSMVP 取ったんで。取ってないよそこは。まあ何ですか、取ったじゃないですか。取ないですよ。2位だよ、2位。あ、2位、うん、これ2位だったあれ、順位だったの。あ、順位あったの。あれ、順位準優勝、うん、銀メダル。2位、2位、まあでも銀メダルで、まあいいよ、メダル獲得できたら全然、うん、ああ続きまして最優秀選手賞を発表いたします。チェラクライマックスシリーズ戦最優秀選手に輝いたのは東京ヤクルトスワローズ奥川泰信選手です。監督にあの写真でね、あの MVP おめでとう塩見くんっていうのもらったずっこけた写真でこれずっこけてんのもらった。逆に MVP だからあれは。あれ嬉しかったですよ、逆にね、うん、あれで。じゃあ2人はいるということで。はい、はい、そ、内緒っす。内緒、内緒っす。内緒っすね。のりさんとか慎吾さんとかそんなこと別に、うん、言えない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 な、はい、テストさんとかなんて絶対言えない。言えない言えない、分かった、まあ、じゃあ内緒にしとこうじゃん、はい、内緒でね、はい、内緒で、うん、じゃあ次6番、すでに来季に向けて指導している。まあ丸ですよね、うん、はい、まあまあまああれでしょ、松山でしょ。松山行きますね。はい、僕も、はい、あなたは松山。はい、あなたは多いです。おい、ね、はい、ダート、はい、ダート走る、しっかりね、はい、ダート走ろうか、はい、ね、はい、調教し、調教ね、多いか。どうしたんすか。調教しっかりしてきてね。調教とかじゃないですよね、僕野球選手なんですよ。ダート、ダート、ダート走ってきて、しっかり。嫌です。だ基本的に僕芝なんですよ、外野ラッシュなんで。あ、じゃあ芝でいいよ。じゃあ芝で。じゃあそういう意味じゃない、そういう意味じゃない、じゃあそういう意味じゃなくてね。東京競馬場にする。中山でもいいよ。もっと遠征して阪神どうする。いや、ちょっとあの中山とか広いじゃないですか。だいたいどこでも一緒だと思うけど中山だけで日本に広いとかないけど。あの競馬系のワード僕 NG なんですよ。そんな顔してるのに。あ、こんな顔だからこそですこんな顔だからこそ、こんなあの、NG、ハンサムな感じなのに。そう、うん、ねえ、ム、うん、さんでも競馬番組今度出ますからね、なんか YouTube から らしいね。はい、うん、まあそれはまあ、うん、まあそれは仕事なんでしょうかね。間違ったね、うん、そんな顔してんだもんね。だってね、うん、あんな顔してんだから、うん、なんでそんな顔ばっかいいんですか。え、男前じゃないですか。失礼じゃないですか男前ですよ。男前ですか。はい、じゃあもう俺カメラ見てみ、カメラ、うん、見てみて。人類です良かった。今のいい。今のいい。いいね。今のいい。人間ですより全然面白かった。うん、今のいい。人類。面白い。じゃあ7番。寒いのは苦手だ。これはね、丸。ジョミクが丸。中村バツ。はい。山崎氏これ。
そうですね、両方、はい。じゃあ、まあ、じゃあ丸から行くじゃん。いや、逆に無理でしょ、寒いの。寒かったら、うん、動けないんですよ、やっぱり。しかも、ね、ちょっと詰まったり先っぽ痛いし、うんなるうん、やばい、もうダメ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 、はい、いや僕はね、やっぱり、うん、雪国でね、あなたはね、もう福井っていう、もうクソ田舎で、うん、育ってきたんで、うん、少々寒いのは全然大丈夫ですよ。あ、そう。もう大寒波を経験したりしてるんで、まあ、あなたはね、それこそ、はい、雪だったり、うん、氷点下ね、まあ福井は風も強いでしょうしね、うん、そうそうそう、うん、あるんで、まあ、そんなそこらの寒さで、うん、じゃあ、この前の第6戦の、神戸は、あれは寒かった。いやいや、いやあれは寒くないですよ、だって常にキャッチャー防具の暖房器具が出てる暖房器具が出てる、暖房出てる、あったかい出てるんで、あれ全然寒くないです、あれ寒くないの、あれ寒くない、外野で一人立たされてみてください、もうすんごい寒いです。でもそれはありますわ、でもあ、そうずっとやっぱりこうボール取るじゃないですか、うん、やっぱある程度、まあそうだよね、うん、外野やっぱきついっすよ、外野は立ってるだけですもん、まあ確かにね、うんうん、なんですかその言い方、立ってるだけ、違う違う、ちょっとなんかちょっとあれだね、集中してるんですよ、立ってる、キャッチャーこう座ってこうやってあったかいのこう来て、来てるだけ、ダウンみたいなの来てるじゃないですか、あれダウンジャケット着て、こうやってればいいんですよ、ダウンジャケット、ダウンジャケット着て構えてる、それだけ、たまにね試合中7回ぐらいですよ、うんうん、あー疲れたと言ってるんですよ、うん、お前疲れねえだろ、こうやってもう、なんか今からだ、ここからだってね、立ってるだけだよ外野ですって、こっちも一回がこうなってんだよみたいな、キャッチャーいいなっていつも思ってますよ。よくはないよ、よくはないよ、絶対よくはないよ、最高よ、痛いしキャッチャーなんで、うん、じゃあはい、これはそうですね、寒いのは正直嫌なんですよ。でも例えば、まあ、神宮もそうですけど、うん、この前の日本シリーズの時とかも、うん、試合に出ちゃえば、うん、そのインフィールドに入っちゃえば、うん、もう寒いとか関係なかったんですよ、うん、だからなんかベンチで何でしたっけ、暖炉みたいな、焚き火みたいな、あれで、一試合あの周りで試合見てたんですけど、うん、で、チェンジでみんな帰ってくる、うん、このダグアウトのこの一線越えた時、あ、寒ってなるんですけど、うん、あ、これは嫌やな、みんな頑張ってるなと思って、うん、これ寒い寒いと思ってたんですけど、いざ試合にパッて、レフト守備につきに行った時には、もう寒いとかなかったんで、別に、あ、寒くないんやって思って。寒いよ、かっこいいよ。いいね、かっこいいこと言ってるじゃないですか、うん、ベンチ帰ったら口の中ネバネバすからねそれはもう緊張やな、緊張する、はい、緊張でそこまで回ってなかったもんね、ベロンベロンもベロンベロンってベロンベロンベロン、寒いとか全然関係なかったですね。まあでもじゃあ緊張で言えばですよ、はい、この1個飛ばして9の特に、まあ、西浦がこの、ね、今までだけ実際一番緊張した日本中第6戦だっていうのでみんなバスにしましたけど、なんかこう西浦がね、俺がこうカメラ撮った時に、うん、CS の時よ、もうこんなん習ってないと、もうそれぐらい緊張した、うん、CS の時に、うん、緊張した、まあだからあれだね、今年、リーグ優勝横浜 CS 突破ここ、うん、神宮、うん、で日本シリーズ日本一が神戸、うん、あったけど、まあそのなんかなんていうんだろう、こうそれぞれでなんかこう緊張感が違ったりとか、うん、いうことがあったらまあね、どうですかっていう。自分は阪神、巨人6連戦あの時ね、はい、まあスタメンじゃなかったんで何とも言えないですけど、うんうん、あの辺はもうベンチでもすごい緊張してたんで、うん、やっぱあれだよね、優勝決まる時っていうかその前のそのあれの方が緊張するんだろうね、家庭の方が、はい、僕1戦目が一番緊張しました、日本シリーズ、何の日本シリーズ、日本シリーズの1戦目が一番緊張しました、京セラの京セラ、うん、マジで緊張しますで、6戦目とかってもう流れバーで流れてるじゃないですか、うんうんうん、だからもうだいぶ落ち着いてきたんですけど、うん、CS の1戦目と日本シリーズの1戦目と開幕の1戦目、この3つ、開幕、開幕シーズンの開幕戦、それは分かる、僕は、うん、僕も開幕なんですよ、あ、そう、実は、はい、うん、まあ、そういうもんなんだね、まあ、確かに宮本さんも言ってたんで、それ昔でなんか、ね、絶対一番最初一番緊張するって言ってた、開幕戦の時、うんうん、何年経っても開幕戦だけは本当に、うん、あ、そう、慣れないっておかしいですよ。じゃあやっぱ、じゃあそのあれか、今回こう3つ、それに今言ったやつあったけど、うん、やっぱ開幕戦、開幕戦で、その次はやっぱ幸太郎で言ったその6連戦の時ぐらい、そうなんですか、その時からなんか毎試合ずっと緊張しました、うん、10月の頭のね、10月の優勝決まるまで、うん、そこはやっぱ追われてる感じもあるし、うん、阪神負けないっていうのもあったし、うん、なんかね、いろんな感情、確かに負けなかったからね、でしょ、うん、うん、まあ、戻って8番、正直神宮より東京ドームが好きだ、もう趣味くんすごい俺にアピールしたけど、丸を丸丸丸丸って、はい、はい、うん、
いやもう神宮球場あれじゃないですか、イレギュラーしてあの後ろにするあの反らせちゃうんでねえ、イレギュラーするんですね俺は知らない、まあまあまあ、あの分かるよ、イレギュラーするの分かるよ、後ろに反らしちゃうことがあるんで、まあね、ちょっと嫌だなっていう、うん、あれでしょ、だからヤジも聞こえないんでしょ、その時も、あの時はもう何も聞こえてないですよ誰の声も聞こえてないあのと、まあ、トンネルっていう言い方あれやけど、うん、トンネルの次のバッターセンター前打ってるんですよ、うん、それ覚えてないですからね覚えてない多分うぐさ小園だったんですよ、うん、で、あれ小園センター前打ってんじゃんとか言って、お前取ってんねんでって 次の日ぐらいだよねそう次の日小園センター前打ってたんだねあの後みたいなお前が取ったよね全然覚えてない、記憶にないやばいっすもん、あの時はもう終わったなっていう感じあもう本当に早く帰りたいっていやでもあのじゃあ2人はやっぱり神宮が好き、東京ドームよりか、うん、まあ今年去年は、うん、で東京ドームの主催ゲームあったじゃないですか、うんうんうん、ホームで、うん、なんか落ち着かないっすよねやっぱり。あそう、で神宮だと、まあ、さっきの話なんですけどルーティーンがいろいろあって、うん、まあね、まあ、そう時間通りにいろいろ行って、まあ、変な話食事のあれも全然違うんで、まあ、確かにね、うん、なんかそういうのもあって、うん、でもまあ夏場だったでしょ今年、東京ドームそれに関しては、うん、すごいありがたいこの一番暑い時期に神宮で試合をしない8月末と9月止まったからね、もうそう、うん、それは助かったっす、うん、あれはね、はい、まあでもやっぱ神宮でしょ、やっぱ神宮でしょ、しょみくん以外はね、しょみくん神宮好きになってよ、来年これやった時にまた同じ質問するから、はい、俺、いや多分エラーしてなかったら神宮が一番好きです本当に、はい、あれが全部を覆したの、あ覆した完全にあれで神宮嫌いになったっす、来年1年間でまたやって、ね、神宮好きになりましょう、はい、いいですか、わかりました、じゃあ最後来シーズンも日本一になるっていうことなんで、まあ皆様あれですよね、まあ今年日本一経験をして、まあ来年ちょっとね、ちょっとした意気込みでもいいんでちょっとまあいただければ、日本一になれたことでいろんな景色を見ることができました、なのでこの素晴らしい景色はまたその頂点に立てるように僕はまた頑張っていこうと思いますので応援よろしくお願いします。今年の日本一に関しては僕は本当に何もできなかったっていう感情がまず一に出てきたんで、しっかり来年は戦力として日本一のピースに、日本一のチームのピースになれるように頑張りたいと思いますので、また引き続き応援よろしくお願いします。そうですね、まあ、あの僕はあの僕の野球人生で、日本一になったことがなくて、まあ、本当に小学校から、うん、社会人、プロと、うん、で それであの本当にいい思いをさせてもらったので、うん、来年もこの思いができるように、頑張っていきたいと思います、うん、引き続き応援よろしくお願いします。じゃあここからね、ファンの方からの質問に答えていってください。はい、いいですか。はい、シュミ選手から、はい、いきます。はい、この通りいきますからね。はい、登場曲は選手の希望で決めると聞きました。はい、先頭打者で登場、まだ早い、はい、まだ早い、はい、最後まで聞いてもらおうか。あ、うん、先頭打者で登場する時の曲、来年もファンファーレでしょうか。初回の先頭バッターはファンのみんなで手拍子するのが私は大好きです、うん、ということですけど、どうでしょうか。はい、僕も大好きです。僕も大好き、みんな大好き。僕も大好きです、うん、はい、一緒に行くのは大好きじゃない。一応、うん、あんまりそんな別に警部好きとかでもないですし、別に馬面とかでもないじゃないですか。だから別にあれやってる意味が分かんないんですけど、でもあの本当に評判がいいんで、うん、いや書いてるよ、このファンの方もって、はい、大好きだって手拍子するのが、うんうんうん、そうですね、だから、うん、本当はこれなんですけど、うん、これで、うん、来年も、はい、来年もやりますんで、はい、ね、一打席目だけですからね。一打席目ですわ、わかりました、ご注目くださいうぜえ。じゃあ矢崎選手、はい、来週回、はい、勝利後はいつも外野の3選手はにこやかにベンチ側に帰ってきますが、はい、どんな話をされてるんですか。全然何も話してないんですよ。これ
うん、話しない話しないです話しないです話しないなんかにこやかって書いてますけど、まあ、確かに3人、うん、まあ、自分と鍋に関しては、うん、あの、まあ、789で守りに行くことが多いんで、うん、まあ、塩見はまあ初回から出てるんで、うん、まあ、ある程度試合の雰囲気に慣れながらことを進んでるわけで、自分と鍋に関してはやっぱり、まあ、飛んでこいって思わないとおかしい仕事ですけど、うん、極力飛んできてほしくないじゃないですか、まあ、確かに気持ち的には、はいはい、なんかまず一発目を取るまではすごい緊張して、でもやっぱその飛んできた時の安堵感と試合が終わった時の安堵感ってやばいじゃないですか、うん、めちゃくちゃもうふわーってなるじゃないですか、うんうん、で、ね、そう、で塩見とも、あ、よかった勝った勝ったって、うん、で鍋とは2人してよかった無事になんとか終わったっていう2人の安堵のにこやかなんですよね、だから、うん、はい、だからなんかなんかキャッキャしてるわけじゃなくて、うん、そうそうそう、安堵、よかった、そう、よかった、本当に何事もなく終わったっていう、うん、言える感じですね。はい、わかりました、はい、中村選手、はい、日本シリーズの時マクガフ投手からマクガフ投手が打ち込まれてしまった時、中村選手からマクガフ投手に何か声かけてたりとかしたことはありますかと、何か声かけましたかと。あります、それは。はい、じゃあどんなことをちょっとね。いや、もう英語で言っていいですよ、それはもう。ニューデイニューデイあっせニューデイ新しい一日がまた始まると、うんうんうん、次の試合、うんうん、ただそれだけです、まあ、ニューデーだと、はい、もう切り替えだ、うん、切り替えだとね、うん、ニューデーだと英語で言うと、うん、ニューデーニューデー絶対言われたことないよねニューデーじゃあチーム選手、はい、ネット記事でイノシシを追いかけていたことがあるというのを見ました。本当ですか？早っ。これマジなんですよ、うん、これ本当イノシシを追いかけた、追いかけられたわけじゃん。追いかけたんですよ。あの、だからそれもう何回も言ってるんですけど、うん、あの大学が山奥なんで、はあ、まあ、猿とかイノシシとか出るんですよね、うん、で大学時代の話、大学時代の話です、はあ、それであのちょうど昼休憩にあのサブグラウンドがあるんですね、うん、大学、うん、たまたまあの本当にこんくらいの売り棒みたいのがイノシシのちっちゃいね出てきたんですよ、うん、ボロボロって。それはもう捕まえるしかないじゃないですか、そんなの出てきたら確かに興味はあるね、でしょ、うん、だからあの3人ぐらいであれ絶対捕まえようって言ってバーッと走っていって追いかけ回して結局捕まえられなかったんですよ、うん、でもあいつらほんと結構あのちょっとずつ猛進だからこうやってまっすぐにしか走れないと思うじゃないですか、うん、結構ちょこまかしますからね本当に、こうあの四文字句が間違ってると、あ、全然違うっす、あれ多分大人になったらそうなのかもしれないですけど子供は違うっす。はい、山崎選手、はい、監督より高かった時の景色はいかがでしたか？宮さんの時にあれ初めてやったんですか？まあまあまあ、僕のね、はい、伝説の引退のね、伝説の引退セレモニーの時ね、はい、うん、あの日って自分本当に初めてやって、うん、どこ見ていいか分かんない状況で、うん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 、あーってやってたら、うん、たまたま宮さんとパッて目合ったんです。目があったね、はい、うん、俺はあの時思ったよ、なんでこの人俺と目が合ってんだなんでこいつは俺と目が合ってんだちょっと待って、俺は180ぐらいの次に上げられてんだよなこいつ、その背高さジャンプ、いや違う違う、待てなんでだパッて目が合ってんだ俺一瞬考えても何回か俺上げてもらったじゃん、そん時一瞬考えたからね、あの時俺何回目あったんですか、ちなみに全部、いやちょっと全部じゃないですけど1、2回ありましたよね、うん、で、そう、今回は久しぶりだったんですよ、うん、飛ぶのが、うん、まあ、2年ぶり3回、うん、2年ぶり3年ぶりくらいで、うん、で、まあ、ゆうへいさんの時も飛んだんですけど、うんうんうん、でもやっぱりみんな興奮しちゃってて、あの、うん、上げる力がすごかったんですよいつも荒木さんとか西田さんが、うん、あの補助してくれるんですけど、うん、で自分はもうこの肩を誰かに借りてバーンって上がるんですけど、うんうんうん、すっごい力で、うん、もう本当あいつらも興奮しててね、興奮してて自分多分鍋の肩借りて上がったんですけど、多分足首がもう鍋の肩までいってるんですよ相当上がってるじゃないですか相当上がってるんですよ、もうシャーみたいな、だからもう自分もおい、これ着地大丈夫かなってずっと下見てて、一回だけ勇気振り絞ってイエーって言ってバックスクリーンの方を向いたやつは一枚だけちょっと写真抜かれたね、抜かれてて、それはいただいて、で今クラブハウスパーって顔出したら、あの監督に山崎くん目立ちすぎだよ高津慎吾って書いてあってその写真にマジで本当にもうあこれめっちゃいいなと思って、うん、でも景色はみたいな言われてもほぼもう人のこの頭の上しか見えてないです。怖い怖い怖い。怖いね怖いね。怖いね、あでも監督言われたよ、高津さんに。はい。あの、山崎、俺らタグ飛ぶなよって。はい。もうあの言葉で飛ぶことを決意しました。逆に日本一になった時はそれ
言ってもらえなかったんで、一人であのエンジンみんな丸まってるとこのめちゃくちゃ端っこで一人で垂直飛びしてました。一人で、そう、一人でなんかこと起こそうと思って一人だけ伸びてました。それは知らんかった、それは知らんかった。そんなんしてたん、それは知らんって俺も知らなかったですか、うん、だからあのなんかの冊子の表紙になんか誰かと誰かの顔の間に自分だけ出てるんですけど、あれ自分の垂直跳びです。あれ自分のマックス。だからそれちょっと見比べてもらったらいいね。はい、本当に。その時と垂直跳びの差をね、はい、だいぶ違うってことね。垂直跳びだと本当顔1個分2個分くらいしか上に跳べないんですよ。そうですね、そう、だから補助って大事やなと思います。またあの山崎選手のあれですね、はい、そういうことがあったら、はい、そのジャンプにも注目、ね、そうですね、はい、じゃあ最後中村選手、はい、古田さんと食事に行かれたのをインスタで拝見しました、はい、背番号27に、中村選手にとって古田さんはどんな存在ですかと。あ、もうこれ最後には持ってこい。めちゃくちゃいい質問、うん、憧れの人ですよね、うん、まあね、さっきのお話じゃないですけど、うん、まあまあだからさっきのあれは、まあ、古田さんってことでね、そうです、ないじゃないからね、そうです、もうね、まあ27番にもなるし、うん、ヤクルトをまあ代表するキャッチャーということで、ね、もちろんね、プレッシャーもありますけど、うん、いやもうそれはもう大丈夫ですよ。でもずっとやっぱこうつけたい気持ちあったんでね、うん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 、こうしてつけることができてすごく嬉しいですよ、うん、いやもうファンの人はめちゃくちゃ絶対期待しますよ、だから、はい、うん、まあ、でもね、やっぱ古田さんで偉大な方なんで、ね、そうですね、あの人にはなれないです僕は、うん、もちろんああいうふうになれとか、うん、でもやっぱり自分色というかね、うん、27中村悠平ですよっていうのを、うんうんうん、自分色をこれから出していければいい、あー、いい話するね、はい、っていうことで、ところで、いや、さすがまとめましたけど、いやいやいや、いかがでしょうか。十分ですよ、僕も次に行きやすいでしょ、うん、次まだあるんですか。ありますよ、当たり前、うん、いや、皆さんね、あのね、今日この番組はさっき見たでしょ、シーズンシートのお客様限定番組なんですよ、うん、シーズンシートは、買ってくれてるお客さんは4000人以上いるんですよ、4000席以上がいるんですよ、すごい、4000人以上見るってことですね。そう、4000席はだからもう絶対そこにいらっしゃるってこと、ね、で、まあそれね、バックと裏のスターシートとかね、めちゃくちゃ近い席らしいんですよね。で、なので、ちょっとこれ、はい、用意しました、はい、シーズンシートのパンフレットですよ、はい、渡してください。じゃあ、皆さん、まず5ページを開きましょう、5ページを、先生みたいな、うん、開きましたか、はい、5ページ、この山崎選手違うとこ開いてますよ、アーチクロックかっこいい、うん、あ、それは後でやる、それは後でやる、ほら5ページ、どこどこどこ、5ページを開きなさい、5ページを、そこの9ページ、9ページ、9ページ、お馬さん、お馬さん5ページ、あ、アーチクロック言うんじゃないよ、アーチクロックの話をいいですか、はい、スターシート、はい、33万円ね、うん、これですよ、もう一席33万円で、まあね、これ全この一席、この席で全試合見れて33万円ということはね、全試合、まあ大体年間で、70試合弱、うんうん、あるわけですよね、うん、試合が、うんうん、となると塩見くん、はい、一試合いくら、なるほど一試合いくら、計算得意でしょ、もう一回いいですか、もう一回言いますか、はい、はい、あのこのスターシート33万円一席ね、はい、33万円です、はいはい、まあシーズン大体70試合弱、はい、神宮球場で開催されるのはね、まあ、地方でやったりも含めて、はい、この色って変わってんのって何が違うんですか、どうしました、ここ違いますよ何言ってんですか、ここがスターシートってこと、ここがスターシートってことですよ、話を広げながらそのうちに計算してるんですよ、あ、本当に、はい、あ、なるほど、あの人そんなことできるわけないじゃん、はいはいはい、ここがスターシートってことですよ、はいはい、色変わってるとこはね、はいはいはい、うん、それが33万円です、はい、70試合弱です、はい、1試合いくらですか、5000弱ぐらいじゃないですか、翔美くんどうした、何がですか、当たりだよ、はい、当たり前じゃないですか、僕大学出てるんですよね、無賛学歴マウント、よう分かったね今、そうなんですよ、5000切っちゃうらしいんですよね、うん、5000切る、まあ、ここの席を5000円切っちゃうんでね、まあ、いつ来てもいいよというのが、まあ、ね、お得でしょ、はい、まあ、なんかね、僕が調べたら屋根のついてるね、とこでは同じバックネット裏だと25万円するらしい、安いでしょ、皆さん、めちゃくちゃ安い、安いわけですよ、お得でしょ、ちょっとあなた山崎選手ちょっと、はい、お得でしょ、とてもお得ですね、はい、ね、そうやってこうやって、まあまあこうやって買ってくれて、まあ、皆さんのことを見てるわけですよ、お客さんはね、うん、で、次7ページ、
ムーンシートはいいですか？え？ムーンシートはいいですか？ムーンシートはいいんですよ、ムーンシートは。ペアシートとか。え？ペアシートとかいいですか？ペアシートはいいな。ペアシート買いなさい、買いなさい、じゃあちょっとペアシートをもう。1万よ。え？ぴったり1万っすね。何が？年間ね。あ、年間ね、ペアシートはね。そうそうですよ。で、それもだから本当は1万以上するんですよ。ね。見過ぎだから。次ね、7ページのブルペンシート。中村君、あなたこうね、まあ、ピッチャーの方が受けるでしょ？はいはいはい。最初試合前ね、はい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 、まあ、だからね、まあ、ファンから見られてるわけですよ、はい、見られてる感じありますか、ちゃんと。めちゃくちゃありますよ。あ、本当。16万じゃないのこれ、はい、うん、16万ちょっと黙ってください、横の2人今、中村選手僕話してるんですかねちょっとすいません、すいません、うん、すいません、すいません、本当に。まあ、でもやっぱりブルペンシートなんでね、うんうんうん、メインはやっぱりこう、ブルペンのね、ピッチャーチームっていうアレムですもんね、うん。まあでもこういうね、うん、もうこの本当に一番近い、なんか結構やっぱ神宮は近いでしょ、やっぱね、うんうん、確かに。だからこういうところでね、ピッチャーが投げてる球とかやっぱ勢いがすごいと思うんですよね、うん。まあそれこそね、中村君がこうキャッチでパチーンって鳴らす音とかね。なるほどなるほど、すごいな、やっぱ中村と。いい音出すなと、うん、うん、ね、確かに。たまにこうバフッなんて言った日には、おいおい中村と、話を聞きなさいよ、うん。じゃああれですね、来年からね、うん、試合に行く前にね、こう球受け取ります、でピッチャーとこうグータッチして頑張ろうって行きます、うんうん。ブルペンシートに、うん、こんな感じでいいですか。まあまあまあ、それはそうです。ブルペンシート、ブルペンシートみたいな、うん、そうそう。どうも皆さんって言ってね、はい、あー、この人たちはね、こうやって年間シートのね、を買ってくれたんだと。ブルペンシートの、なんなら、だから今年この買ってくれた人たちのね、うん、もう見てる人もね、だからこうやってまあこれを配信するわけでしょ、うん、あー、そうね、そう、もちろんそうだっつって、うん、あーって言ってくれるわけよ。なるほど、うん、じゃあ、公言しときますか、じゃあ、うん、試合前に、うん、こうこうやって頑張るよって、うん、頑張るからねって、応援よろしくっつって、はいはいとか言って、そう、次いきますよ皆さん、はい、次9ページ、皆さんがずっと言ったね、こういうグッズももらえるわけです、おお、ね、さっき言ったこのアーチクロック、はい、これです、はい、タンブラーいいっすね、そうタンブラーもあります、ここほらタンブラーほら、これはいいんじゃないですか、どれか一つタンブラー、これいいわ、あともうこう見てください、こういうのタンブラー、ほら。まあね、こういうグッズがあったりとかね、まあ今このイベント、これもそうですよ、私は君ほら、ね、はい、年間シート買って、ペアシート、ほらペアシートが5つじゃん、今さっき、いや僕ね、もっとペアシートよりいいの見つけたんですよ。何？うん、環境ステーションシート、これ多分座り心地めちゃくちゃいいですよ。あ、そういうことね。しかもここに置けんですよ、ここにまあいいじゃん、ほら、それ買おう、それ買って、はいはい、あ、クッション付きのね、そうなんですよ、うん、めっちゃいいんですよ。え、これめっちゃいいな、柔軟剤の柔軟剤は新品やから洗ってないから、まだめちゃくちゃ触り心地いいですよ。だそういうのももらえるわけですよ。タンブラーバスタルセットですからね、これ、これだから言ってみたら、そのタンブラーバスタルセットが、まあ、このクロックどっちかですよ。だからこの番組もその特典の一つですけど、今からオーナーの方、シートの方たちに、まあ、抽選に参加していただきますということですよ。いいですか皆さん、はいはい。ちなみになんで首にかけてんの、ちょっとこれめちゃくちゃいいんですよ、めちゃくちゃいい質が、めちゃくちゃいいね、質めちゃくちゃいいです、うん、あれ柔軟剤。じゃあちょっと皆さん、こんなグダグダな感じですけど、メモのご用意をしていただければと思います、プレゼントの応募フォームの URL を、動画の概要欄に、掲載します、そこに、必要情報とこの後発表するキーワードを入力してご応募してください。応募フォームは配信終了から24時間となってますので、よろしくお願いします。で、当選の発表をね、発送を持って返させていただきます。皆さんよろしくお願いします。今日のね、プレゼント商品ですなんですけども、この3選手に、サイン入りボールを5名様ね、各5名様にプレゼントします。そして今ね、この目の前にあるこれ、オープンスロゴ入りのつば九郎ぬいぐるみに、それぞれね、3選手一人一人サインしてもらいますを3つ、なので18名にプレゼントします。で、このオープンハウス入り、ロゴ入りヒーロー賞っていうのはね、オープンハウスさんの、ヒーロー賞でプレゼントされる特製コラボ商品になっているようです。このつば九郎ぬいぐるみですね。今日このね、だから、プレゼント配るでしょ、はい、プレゼントするよね、皆さんにね、この見ている皆さんにプレゼントします。キーワードを決めなきゃいけないんですよ。誰がキーワードを決めますか。ムーさん、ムーさん、もう元選手会長か、そこはやっぱり、うん、行く、まあ、王道で行った方がいいのかな。じゃあやっぱシーズンシートなんで、はい、それにちなんでやっぱり、あ、わかりました、決めさせてもらいます、はい、はい、じゃあ中村選手、キーワード発表、はい、キーワードは、MVP で全然ちゃうやん、はい、全然ちゃうやん、え、
全然ちゃう。自分自分やなもう。でもこう、ね、こうやって撮った時ぐらいこうやって。あそうですね、やってでも確かに MVP2 人揃い組ですからね。いやあなた違うよ。2位。本物と2位やから。うん、じゃあ、キーワードは MVP ということでね。皆さんこれを書き添えて、ご応募ください。よろしくお願いします。ジャクが MVP って言うんだろうな。まあね、このね、年間シートのね、シーズンシートオーナーの皆さんにね、最後、来年も、頑張るということも含めて、今年1年の感謝もと、来年のね、頑張りますということを、一言ずつお願いします。はい、僕は。じゃあ、清水選手。じゃあ、これでいいですか。お願いします。はい。今年1年間応援ありがとうございました。来年もチームのために必死に頑張りますので引き続き応援の方よろしくお願いします。じゃあ山崎選手、はい、今シーズンも応援ありがとうございました。来年こそは自分の目標として MVP3 位くらいまでにはちょっとね上り詰めてしっかりと、チームの役に立てるように頑張りたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ最後は中村選手。はい、今年1年間、応援ありがとうございました。引き続きまた来年も応援よろしくお願いします。チームは日本一になりましたけれども、まあ、来年日本一になるかどうかはまだ分かりません。まだまだ僕ら挑戦者という立場ですので、まあ、僕さっき MVP ってね調子こいってこと言ってましたけども、謙虚に来年も一試合一試合やっていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ以上ですね、シーズンシートオーナー感謝ナイト、終了です。来シーズンも皆さんのそれぞれ思いの詰まった、ご自身のお席で、ヤクルトスワローズの熱い応援をよろしくお願いします。それではどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。今回はですね、このシーズンシートへのお客様への配信したものを、改めて公式 YouTube で、流させていただきました。皆さんどうだったでしょうか、ね。選手がいっぱいこう喋ったりとかして選手のね、いろんなところを見れたんじゃないかなというふうに思います。このね、シーズンシートは、いろんな特典がありまして、まあ、動画内でも紹介しましたけど、いろいろ特典あります。でちょっとね、興味があるなってお客さんは、ぜひね、ホームページを見ていただくとか球団の方にご連絡いただくとか、すると、とても嬉しいです。僕もよくね、球団の電話出ますんで、シーズンシートのね、お客様の、お電話を出たりすることがよくありますんで、皆さん一度ちょっと、球団に電話してみてください。よろしくお願いします、ね。今シーズンもね、選手は、頑張って日本一を目指しますんで、皆さん今シーズンのご声援よろしくお願いします。